下川から縦受けた沢上、山根です。中島へのパスずれて谷尾、谷尾シュート決まった。ミドルシュートで先制はヴァンラーレ八戸です。谷尾は実に5試合ぶりのゴール、奪ってミドルレンジから最後シュート、これで0対1です。先制はヴァンラーレ八戸、中村太一から最後は谷尾のシュート、先発起用に応えました谷尾です。八戸にとっては久々のゴールとなりました。リーグ戦3試合ぶりのゴール。